青銅器、青銅器は青銅で作成した工芸品である。ただし銅線などの貨幣は青銅製であっても含まない。主に古代に作られ、青銅器が出現してから鉄器が出現する直前までを青銅器時代とぶ。古代中国では夏、陰、秋、寒で作成された。デンマークのクリスチャン・トムセンによって提唱された。 戦士時代の道具による年代区分が、石器時代、青銅器時代、鉄器時代の三時代区分法である。この時代区分は、戦士ヨーロッパを中心に暗出されたが、オリエント、インド、中国においても当てはまる。うち、メソポタミア・エジプトでは、紀元前3500年頃から青銅器の開始が始まる。なおオリエントにおいては、筆体との登場とともに、 本格的な鉄器の使用が始まる、紀元前1500年前後まが青銅器時代である。ヨーロッパでは、紀元前3000年期頃のビーカー文化や、紀元前1800年、紀元前1600年頃から始まった、ウネティチェ文化の時代が青銅器の使用された時期である。中国で青銅器がいつの頃から使用され始めたのかは明確な、回答は出ていないが、 現在までのところ紀元前2000年頃、二里、頭文化時代には既に制作されていたことが、発掘調査などで判明している。制銅器が使用され始めた時期から、鉄器が使用され始めるまでの期間を、制銅器時代と呼ぶが、いわゆる四大文明、北アフリカ、エジプト、西アジア、メソポタミア、南アジア、インダスの各文明の中で、 他の三地域がおよそ紀元前3500年頃に青銅器時代を迎えたのに比較して中国の青銅器時代の到来は若干ながら遅れている紀元前3000年ほどの中国には石器銅器青銅器ではないことに留意する必要がある平洋時代があることから青銅器も中国大陸で独自に発達したとの見解もあり詳細はなお研究が待たれるここでは 中国の青銅器を5機に分類するが、3機分類、4機分類なども存在する。三崎山、遺跡、山形県薬見国湯座町では、大陸との交易によって入手したとみられる。約3000年前の青銅トースが出土している。日本国内での出土例としては最も古い部類に入る。製造技術などの移入は見られず、縄文後。 晩期に現れる石灯は大陸からもたらされた青銅製闘数の模倣であるとされる。本格的に青銅器が日本和にもたらされたのはおよそ紀元前2世紀であり、生産もその後すぐ行われた可能性が高い。主な青銅器は鏡、矛、剣、かの武器類と銅鐸、槍ガンナ等である。武器類は初め頃は実戦に使えるものであったが、 日本ではほぼ同時期に、鉄器や製鉄技術も伝来しており、武器や実用道具は性能に優れた鉄器にとって変えられた。制銅器は実用品としてはあまり使わないようになり、武器の形をした再器、または、維新材に変わっていった。朝鮮半島に出土例がないタイプが多数、発見されており、日本海ルートで伝わった可能性がある。銅鐸も、だんだんと大行になっていった。 このような武器型採器や銅鐸が何に使われたか、どういう性格のものかは明らかでないが、稲作の法上を祈る祭りに用いられるものだという、見方が有力である。弥生時代後期になると、北部九州では、銅穂湖、瀬戸内海沿岸では、銅剣、近畿では、銅鐸が、祭祀の時の重要な祭器として使われた。もっぱら人材として使用されるようになった、古墳時代の日本では、 東京特に聖銅鏡が多数作られるようになった。中でも三角円心銃教は古墳時代前期の墳墓の副葬品として重要な異物である。た。聖器には大きく分けて、容器として用いるもの、楽器として用いるもの、武器として用いるものの三種類が存在する。以下はその大まかな分類である。このほか、孫、吾、厚子、大など多くの種類が存在する。 技術的問題から鉄の武器に信頼性がなかったため中国では旗の時代まで武器は制銅性が主流であった東京国立文化財研究所の馬淵久を保存科学部長により2500点もの銅器の鉛銅位体比が測定され弥生機の鉛銅の産地と一致すると仮定した上での素材供給地の変遷が調べられたその結果弥生初期では 朝鮮半島から供給され、やがて中国、河北地方へと移行したと結論。その教会は、全108年、紀元前1世紀、菅の武帝による落老軍の設置に当たった時期としている。河中、河南の原料が使用されるようになったのは古墳時代からであり、この時代となると、河北原料は全く認められなくなる。この見解に従うなら、 弥生中期から後期にかけての日本の同期原料は国家北地域ということになる。2007年に韓国立継承大学昌兵教授の荒井博が発表した研究結果では弥生前期末から中期初めのものとされる青銅器は中国最古の王朝とされる小陰期限前17から11世紀や生周、期限前12から8世紀の時代に多く見られる。 生動器と鉛同位体比が一致することが判明し、極めて特殊な鉛の種類が含まれていたという。この鉛同位体による生動器の産地否定説に関しては、批判論文もあり、イギリスの論文では、鉛に熱を加える際、金属加工で溶かした場合、同位体が変わってしまうという主張がなされている。歴史特本1996年4月号、新人物往来者。 P31。古代中国の青銅器コレクションとしては、日本では、白鶴美術館、ネズ美術館、戦国白古建、奈良国立博物館、中華人民共和国では、上海博物館、中国歴史博物館、台湾では、国立古吸博物院、中央研究院歴史語源研究所、アメリカでは、フリーやギャラリーが著名である。 2017年3月15日、藤田美術館は、クリスティーズの競売に収蔵品である、青銅器、青銅技種等鉄文化タソンなどを出品。青銅器としては、過去最高額の約3720万ドルで落札されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。